ほら、俺の言った通りだろ。やはり現場の雰囲気は自分で味わわないと。見てくれ、この賑やかさを。全て文さんのおかげです。そんなことはない。今年の軽都会が開催できたのは、ヨキが前線で昼夜を問わず頑張ってくれているおかげだ。そう気張りすぎるな。なんなら気休めってことでお前も参加してみたらどうだ。いや、俺は。たまには青春してこいよ。俺がお前らみたいに若かったら参加するぜ。漂白者、お前も来たか。ほう、これが例の漂白者。はじめまして、ケイト会の責任者のブンだ。いやー、お恥ずかしながらキエンがいなかったら招待状を出し忘れるところだった。ケイト会が開催されるのも数年ぶりで、おそらく今年は一段と忙しくなる。だから俺も微力ながら助けになればと思ってな。脅迫者、今日は時間がある。楽しむといい。そうだそうだ、二人とも参加してこい。賑やかになるぞ。もちろん、ケイト会は誰でも楽しめるイベントだ。お客さんはいつも大歓迎だぞ。ああ、俺もお前の活躍を期待している。一部の種目は共鳴者しか参加できないが、それ以外なら特殊な制限はない。数年ぶりだったのに俺よりルールに詳しいじゃないか。あ、そうそう、準備している間、昔のケイト会の写真を見かけてな。良きの人たちの情熱だとか若々しさに感心したよ。辺境の状況が安定しない限り、良きは一刻も気を緩められない。彼らにとってはケイト会だけが唯一羽を伸ばせる時なんだ。脅迫者、もし興味があれば会場を見て回るといい。現地で参加応募できる種目もたくさんある。俺は試合前にもう一度現場の安全確認をしたいから先に失礼する。何かあれば文さんを頼るといい。楽しんでこい。キエンが休めると思ってわざわざ呼んだのに、これじゃただ仕事場所を変えただけだな。でもこれが転ばぬ先の杖というやつか。おかげさまで今の国境の事態が収まっている。話が逸れてしまったな。そろそろ試合の時間だから、俺も会場に向かわないと。まだ準備してる奴らも呼び戻さないとな。漂白者もよければ一緒に行こう。チーム内でお前が一番手慣れてる。先方として士気を高め、相手にプレッシャーを与えるんだ。なあ、10年前のあのチームを覚えてるか？記録更新したあのチームのこと？そうそう、あのチーム、前半は本当の実力を隠して最後で一気に追い越すらしい。真似できないかな？それはダメだ。最初に大きく遅れると後半は追いつかなくなる。
脅迫者？お前もグルッポリレーに参加するのか？知らなかったのか？グルッポリレーってのは毎年ケイト界で最も注目されている団体種目だ。4人1組でグルッポを操り水路でレースをする。さっきはリレーの順番を話し合っていたんだ。そうだ、漂白者も何かアドバイスしてくれないか。練習度合いからすれば俺は一番手慣れている。で、張風と他の連中はほぼ変わらない。だったら俺が先に出るべきじゃないか。わかった、じゃあそうするか。逆転できる自信はある。あんなに練習したのに台無しか。締め切りまでまだ時間がある。諦めるな。両軍、カンセン、何かあったのか。ブンさん、それとこちらは漂白者だ。ちょうどいいところにチームに少し問題が。さっき練習場で準備してて、チームメンバーの2人が石にぶつかって怪我してしまったんだ。大事には至らなかったけど、しばらくは試合に参加できないと医者に言われたんだ。それで委員会の方に聞いたんだけど、臨時のチームを組んでもいいって。だけどもうすぐ試合だから全然人が見つからなくて。はあ、この前隊長が家庭の休養で辞退して、今日やっとチームを再結成できた。それがまさかまたこんなことに。ああ、次の系統会を待つしかないか。でも次がいつになるかもわからないし。そういえば漂白者もまだチーム決めてないよな。言われてみれば漂白者も共鳴者だよな。参加資格もクリアしてる。でもまずは本人の希望を聞かないと。簡単だ。4人で1チーム、グループを操って次の走者にバトンタッチ。それで先にゴールした方が勝ち。本当にありがとう。賞金をもらえたら君にも分けてあげるから。そうだ、今週に帰ったら最高の焼肉をご馳走するよ。あの店は評判がいいんだ。これで3人。でもまだ1人足りないな。適任者なら心当たりがあるが。どの方？その通り。
おお、それは思いつかなかった。え、いやいや、将軍が帝都会に参加するわけないって。ああ、お前たちはまだ将軍のことを分かっていない。どういうこと？ここでとやかく言ってないで本人に直接聞いたらどうだ？それは無理。今ならまだ間に合うかもしれないぞ。でないと先に取られてしまう。お願いだ漂白者。漂白者、なぜここに？参加したい競技は見つかったか？問題？聞かせてくれ。何か役に立てるかもしれない。つまり、俺が臨時的にチームに加わって試合に出てほしいと。平気だ。リレーにおいて重要なのは隊員同士の協力、信頼、チームワーク。ほとんどのチームはお互いをよく知っている予期の招待から結成されていて、チームワークが取れているだろう。だからここには俺以上の適任者がいる。そう思っただけだ。人数が足りないから失格か。確かにルールにのっとるとそうなるな。戦わずして負けるというのも実に惜しい。しかし臨時で結成したチームでは好成績を残すのは難しいだろう。臨時招待か。いや、だが少し懐かしくなっていた。お前の言った通り、まずは参加せねばな。失格になってしまえば元も子もない。ああ、分かった。観客が集まり始めた。開始時間のようだな。行こう。まずは合流しようか。何でもない。俺の気のせいだ。
なんと本当に将軍を。将軍、それと漂白者。漂白者から事情を聞いた。よかった、これでやっと出られる。将軍と漂白者がいるし、これなら記録更新も狙えるかも。ほとんどチームワークがない臨時招待では記録更新は難しいだろう。しかし、しかし、いや、なんでもない。10年前に記録更新したリレーチームがいて、その記録は今まで誰にも破られてない。だから系都会が開催されるたびにリレーの記録更新が注目されるようになったんだ。そうそう、あのチームの戦略とか参考にしたいんだけど、あの時の映像が借りられたままで見ることができないんだよね。あれだけすごい記録更新をしたんだ。きっと長年一緒に訓練してきた仲間に違いない。映像があったとしても臨時の俺たちには真似できないだろうな。落ち込むな。事の成否はその人にかかっている。たとえ臨時的でも己の強さがある。例の記録を更新したチームも即席で結成された。将軍もあの試合をご存知なのですね。ああ、あの試合は素晴らしかった。はあ、もう10年も経ったのか。あのチームのメンバーは今どうしてるだろう。まずは自分たちのことを考えよう。時間がない。まだ走る順番すら決まっていないんだ。あ、順番は全部隊長に任せっきりだった。将軍に決めていただくのはどうかな。お前たちは長い間一緒に訓練してきた。そういうことはお前たちで決めるといい。俺は全力で協力する。じゃあ第一走者は観戦がいいと思う。お、俺がいいのか。訓練でいつも第一走者なら本番でもうまくいくだろう。第一走者は他の人に合わせる必要はない。両元にバトンを渡すだけだ。妥当な配置ではないか。頑張る。うん、漂白者と将軍は、将軍は予期のやり方をよく知ってる。漂白者とも親しいから第三走者をお願いできますか。ああ、悪くない考えだ。いいだろう。そうすれば順番は俺、良元、将軍、最後は漂白者か。漂白者、最後の走者はいつも注目される。お前は初めての参加だが、力みすぎずいつも通りにやればいい。それは心強い。他に質問は？あります。チームの名前がまだ決まっていません。漂白者が組んだチームだから漂白者に決めてもらおう。回りすぎて酔うなよ。いいじゃないか。こういうチーム名は緊張をほぐす決まりだ。では各自準備して自分の位置で待機しよう。試合開始後は通信端末でやり取りする。Yeah.
ースも大詰め。キエン将軍、漂白者とバトンタッチ。漂白者、怪我は？すまない漂白者、もうすぐゴールなのにこんなことになってしまった。漂白者、何か異常は感じたか？先の体内通信で他の声が聞こえた。ほんの一瞬だけだったが。ブンさん、まずは観客を避難させ、何回かに分けて今週に返そう。まだ試合に出てないチームもある。それに今年の慶都会を開催するのがどれほど大変だったかお前も知っているはずだ。このまま終わってしまっては皆やりきれないだろう。お前らが聞いた声というのは観客の叫び声ではないのか？漂白者が俺を勧誘した時も川沿いで似たような声が聞こえた。念のため研究員に全水域の監視データを調べてもらっているところだ。なるほど。ただグルッポが驚いただけかと。この件はおそらく何か裏がある。もうじき研究員から報告が届く。だがその前に俺の指示通り一般人を避難させてくれ。将軍の判断は信じるが、ただ先の騒ぎの中でグルッポに乗って走り回っている観客がいて、すごく興奮していたからか
他の観客もそれに混ざろうとしていたんだ。まだ興奮状態なのであれば、今避難させるのは難しいかもしれんな。そいつを先に説得して解散させよう。ブンさん、俺も行く。ぜひ頼む。皆漂白者の実力を認めている。お前が観客を落ち着かせてくれれば話は早い。助かる。落ち着け。もうグルッポに乗るなんてふざけたことはするな。でもマジで面白いぜ。手を出してくれないか。なんだよ。案ずるな。ただ確かめたいことがあるだけだ。やはりか。あれ、いつの間にか怪我を。全然気づかなかった。人は過度な興奮状態に陥るとアドレナリンの分泌が増加し痛みが軽減される。だが神経反射は嘘をつかない。さっきから右手が無意識に震えている。直ちに傷口を処置しなかったのが原因だろう。幸いグルッポが作った傷口ではなさそうだ。この痛み止めを。そう言われると痛くなってきた。おいお前、落ち着いたか。申し訳ない、はしゃぎすぎた。みんなにも迷惑をかけたな。行こう。まずは傷の手当てをしないと。漂白者さん、奇遇ですね。そうですか。では大変心苦しいお知らせなのですが、試合はおそらく中止になるでしょう。何か分かったか。ええ、言われた通りに水域の監視データを調べたところ、北部上流付近に異常を確認しました。付近の信号灯はなぜ反応しない。信号灯の機能は正常です。なぜ今回の異常に反応しないのかは目下調査中です。動物だから予知できたという可能性はあります。彼らは微妙な環境の変化を感知し、先んじて避難することができますので。グルッポも残像も周波数の変化を敏感に察知したから暴走したのかもしれません。キーンさんもこれに気づいたからこそ全水域の監視データを調査させた。そうでしょう。そうだ。この異常が現れるタイミング気になるな。なぜよりによってケイト会の真っ只中に。ケイト会が行われたことによってある周波数の振動が水域上部の何かと共鳴したのでしょうか。そうだな、行こう。警報が反応しない以上は
未知の危険を意味します。お二人ともどうかお気をつけて。一緒に試合に出よう。残像が集まってきた。まずは奴らを倒すぞ。疎開雨だ。まずい、急ぐぞ。これも音の力になる。せい、逃がさない。静寂に沈め。僕の出番だ。魔を撃って。ふっ、やっ。一緒に参加しよう。あそこからだ。まだ死にたくない。これは何かを伝えようとしている。
力みすぎるな。せっかくの休みだ。次はいつ開催されるかわからない。一緒に試合に出よう。頑張れ。逆転だ。ザツアンゾードの目、しつこい。来ないで。まだ死にたくない。ケイト会の参加者の声、それと助けを求める声が入り混じっている。この領域内に閉じ込められた人がいるか、あるいはともあれ、行ってみるか。少し違う。正確には反響で作られた虚構の昆虫だ。簡単に言うと、記憶や執念などの周波数で作られた元凶。ソノラと呼ぶ学者もいる。ここでは何が起こるかわからない。気をつけてくれ。あまり俺から離れるなよ。この人たちはケイト会の観客。正確にはケイト会に関する記憶の映写だ。うまく言えないけど変な感じがする。まるで見てくれだけのからくりだ。先に進もう。チームワークは何もねえよ。だからミスしたのか、かわいそうに。10年前の臨時招待のことだ。少し思い出しただけだ。モルトフィーの推測によると、ケイト界の周波数振動がここと共鳴し、異常が発生したとのことだ。おい、さっきミスしたチームじゃないか。幸い後に追いつくなって。逆転。あの子確か余計に入って間もない子だよな。まさかそんな実力があるなんて。残像だ、気をつけろ。よし、
これも音の力ね。ただ観客の真似事をしているだけだ。そう、どんなにうまい真似であってもそれは外面に過ぎない。それはあの時の臨時招待が関係している。このことについてあまり他人に話したことはないのだが、実は10年前、俺もその臨時招待の一員だったんだ。その時は、照明広場の鐘の音。案ずるな、俺がいる。行こうか。漂白者、待て。外を見ろ。街が逆さまに。この空間にある全てが逆になっているのか。廊下で倒れている良きは記憶か、それとも残像が真似したのか。真似だ。しっかり俺についてこい。霧が濃くなった。周囲に警戒しろ。漂白者、残像だ。これも音の力ね。ここにて動く。10年前の軽都会が終わってすぐ、石崩れの高地で予期せぬ残像潮が発生した。あまりにも突然の出来事だったため、新兵たちも多く前線に派遣された。最終的には勝利した。だがそれと同時に多くの被害も被った。誰もが何かを失っていた。たった一回の勝利で打ち消せるようなものじゃない。彼ら以外にも多くの戦士が石崩れの高地で犠牲となった。この空間はおそらく彼らの残響で作られたものだ。
長い間彼らの周波数と融合していた結果、残像たちは自分を予期だと思い込み、予期の記憶の中の出来事を繰り返している。だが彼らの周波数がまだ残像に抗っている。このまま放っておくとまずい。おそらくそうだろう。この鐘の音をたどれということか。備えあれば憂いなし。近づいてきた。残像は俺たちの存在を感知し警戒してくる。いつでも戦えるようにしておけ。空気がますます乱れてきた。ひとまず残像を片付けるぞ。仕事なのに、どうして今さらこんなことに。原因は多分お前だ。私が？思い当たる節はないけど。ずっと考えていた。なぜよりによって今年の帝都会なのか。お前だけがあの人と違うんだ。お前は良言と観戦の願いを叶えるために俺を臨時招待にさせた。最初は誰にも期待されなかった。最終的に大きくリードしたのは全て同じだ。だからエネルギーの共鳴が発生したのか。その記憶だけで残像に抗っている。あ、そう。そして耐えきれなかった残像長だ。石崩れの高地の戦い、その時キエンは彼らと一緒にいた。彼らはあの日を繰り返したくない。あ、だから俺たちをここに導いた。もう時間がない。急ごう。
鐘の音はもうすぐそこだ。この先は照明広場。もう少し進もうか。ふざけたこと。予期の新兵訓練を真似している。訓練内容の一つは照明広場の記念式典に参加すること。予期の新入りはこれを終わらせないと戦場には出られない。ほとんどの新入りたちはこの訓練の意味を理解できなかった。そして俺もその一人だ。あの時まではな。あの日俺は行かなかったが、この訓練の意味が分かってしまった。全ての予期の戦士生命はここで始まり、そしてここで終わる。残像にはこの意味を理解できないだろうがな。せっかくですから一緒に参加。ごめん俺もすべて絶対優勝できる。信じる。待ってたぞ。これでどうだ。まだまだ引いてくれるじゃん。風に乗れ。指揮権は早く頼む。これで決める。これも俺の力ね。静まれ。勝負よ。
漂白者、ありがとう。あ、心配ない。あそこに10年も縛られたあいつらに、今やっと別れを告げることができた。事態は我々の予想をはるかに上回っている。解触現象は未知の領域に突入した。ここの周波数サンプルを記録し終えた。今は研究員へ行こう。大事にしないとね。観測した異常の消滅を確認しました。どうやら今回の残像長は未然に止められたようですね。それと言われた通り、今回の異常と過去の残像長の比較調査を行いました。確かにいくつかの類似点が見受けられますね。そうか、ありがとう。まあまあ、そう焦らないで。まだ話は終わっていませんよ。2社の周波数についてはほぼ一致していますが、このことに関しては私もそこまで詳しくありません。現時点でははっきりとした結論は出せませんね。領域内で記録した周波数のサンプルだ。なるほど。ソノラから採集したサンプルであれば、例の学者に任せましょうか。略史さんのことです。ソノラは反響学領域に属しています。彼女ならより効率的に調査できるでしょう。丁重に扱ってくれ。私たちはそこまで信頼できないですか？そうではない。ただ俺にとって特別な意味がある。安心してください。私たちがいかに研究サンプルを慎重に扱っているかは分かっているはずです。それにあれほど貴重なサンプルならなおさらですよ。今回の事件は警鐘になる。解触現象は俺たちが思った以上に難解で複雑だ。ですが同時に解触現象を解読する鍵となる。ああ、そういえば委員会の方が君を探していましたよ。ケイト会の再開について相談したいようですね。了解した。ことが終わり次第また行く。では、お二人の用事も済んだことですし、私は実験室に戻ります。漂白者、もしよかったら付き合ってくれないか？そうか、では後で照明広場に来てくれないか？
これは予想外ね。一緒にやってほしいことがある。種だ。数年前に研究員に依頼して栽培した花の種だ。生命力がとても強いと研究員の者が言っていた。照明広場からは今週のすべてが見える。去っていった奴らにも自分たちが命がけで守ってきた町を見せてやりたいんだ。この花の種、名はルーグー。ああ、花言葉は再生。少しだけでも慰めになればいい。ただの精神論かもしれないが、こういった支えも必要だ。おかげで彼ら、あの時犠牲になった予期の戦士たちが解放された。だからぜひお前がこの種をまいてくれ。今回の残像町危機についてはひとまず解決した。だが交流に潜む敵、奴らは今も密かに動いている。それなのに俺たちは未だその正体すらつかめていない。何としてでもこれ以上の犠牲を避けなければ。脅迫者、もう一つ頼みがある。いつか俺も故郷に帰れなくなったら、ここにルーグーを植えてほしい。ありがとう、漂白者。漂白者、キュンと一緒に今週に戻ったか。よかった、無事で何より安心したよ。この前渡し忘れたものがある。時間があればこっちに寄ってくれ。
漂白者、来たか。あの魚たちを見てくれ。自由に泳いでいるだろう。でもまあ、自由ってのは対価が必要だ。ただその対価は誰かが肩代わりしてくれることもある。10年前か、遠い昔のことだ。確かあの年の系統会も俺が責任者だったな。賑やかだった。あの年は参加者も多く、試合は午後まで続いたよ。あの日の夕焼け、今みたいに暖かかった。例の臨時招待も試合前は誰にも期待されていなかった。最初にバトンミスがあったぐらいだからな。誰も予想しなかった。最後の選手はグルッポを自在に操り、最後のカーブで逆転した。素晴らしい試合だったよ。そりゃあもちろん、あの時の笑顔、今にも目に浮かぶよ。この写真のお前らみたいにな。急いで組んだチームだからな、写真を撮るなんて考えてなかっただろう。これもお前さんが気づいてないうちに撮れたんだ。漂白者、俺こそお前に感謝しないとな。そうだ、これからキエンと系統会の開催について話し合いがある。次の大会も実現してみせるから必ず参加しに来いよ。